るくん、けん玉上手だね。なになに？こんな風に楽しく遊ぶことのできる施設が大津市にあるって？それは気になります。どこにあるの？教えて。私たちが光くんに代わってお教えします。大津市福祉子ども部子育て政策課の徳永幸男です。大津市立田中美児童館児童構成員の岡部美香です。よろしくお願いします。わざわざ駆けつけてくださったんですね。よろしくお願いします。森田さん、楽しく遊ぶことのできる施設とは児童館のことなんです。児童館では遊びを通して子どもたちの健やかな成長を支援しているんです。遊びを通してですか？はい、遊びは子どもたちの成長発達に欠かせないものです。児童館に来ていただければいろいろな遊びをすることができます。先ほどのけん玉だけではなく、ボードゲームやカードゲームなどの頭で考えて作戦を立てる遊び、トランポリンやジャングルジム、ピンポンやバドミントンなどの体を動かす遊び、折り紙や段ボール工作など自分で作り出す遊びなどいろいろ取り揃えています。他にも乳幼児親子がゆったり遊べるプレイルームなどのスペースや、絵本の貸し出しなどもできる図書室などがあります。子どもたちにとっては夢のような場所ですね。そうなんです。児童館のスタッフは保育士や教員などの資格や免許を持っています。児童館では保護者に対しての子育て相談や親子ふれあい活動などの子育て支援も行っています。とっても心強いですね。では利用方法を教えてください。はい、利用対象は0歳から18歳未満のすべての児童です。場所はご覧の通りになっております。いつでも自由にお越しください。未就学のお子さんは保護者と一緒に、小学生以上は一人でも遊びに来ることができます。お友達と遊ぶ新たな場所として活用してみてもいいかもしれませんね。そうなんです。児童館は子どもたちが安心して過ごせる居場所の一つでありたいと思っています。楽しい遊びがたくさんあるので、お気軽にお越しください。また遊び以外にもこんな活動を行っています。工作講座やスポーツ活動などイベント、また児童館によってはキッズボランティアといい、小学3年生から6年生の子どもたちが主体となって地域のボランティア、清掃活動、また幼稚園児や高齢者との交流なども行っています。その他にも各児童館で特色のあるいろんな活動を行っています。そういった活動もされているんですね。なになに？子育て家族を応援するアプリもあるって、徳永さん分かりますか？もちろんです。ともいくアプリのことで、子育て支援施設の情報やイベント、予防接種のお知らせなど、大津市の子育て支援に関する情報を発信しています。画面よりダウンロードまたはともいくと検索しご活用ください。ぜひチェックしてみてください。皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。